どうも、てるきんです。ということで、サムネとかタイトルにもご覧いただいたかと思うんですけども、本日はあの有名なヒカキンさんの動画の真似をしていきたいなと思います。まあ今このかかっている BGM も普段ヒカキンさんが初めの動画でもですね流している BGM を今使っている感じです。まあこの先ほどから出てるテロップもそうですし、効果音とか、あとはですね、例えば商品紹介をするときにみたいな感じでですね、こういったエフェクトもですね紹介していきたいなと思います。まあ今使ったエフェクトっていうのは、集中線って言ってよく漫画で、使われているような感じです。もう一度やるとシューみたいな、はい、こういった感じのエフェクトとか、BGM とかそういった部分を今回紹介していきたいなと思います。多分一度はヒカキンさんの真似をしてみたいなとか、一度はヒカキンさんのような編集をしてみたいなと思った方はいるんじゃないでしょうか。まあ小学生とか中学生とか、これからの YouTube をしたいっていう方もいると思うので、そういった方もですねぜひご覧いただければなと思います。基本的にはすべて動画編集ソフトのプレミアプロの動画編集でですねいろいろやっていきたいなと思います。では早速 PC の画面で解説していきたいと思います。では始めていきたいと思います。今回このタイムラインに、これあるのはですね、今回のこの YouTube の動画のですね裏側ということで、こんな感じでカラフルな内容になってます。で、一つ一つこれから説明していきたいなと思います。で、今回は、テロップと、あとはその BGM で効果音、そして、集中線のエフェクト、これですね、このエフェクトを今回紹介していきたいなと思います。では早速ですね、ちょっと簡単ではあるんですけども解説していきます。で、まずは今回のこのテロップをですねまずは紹介していきます。で、普通にですねテロップとかを入力すると、例えばここの左の下の部分で T を押して画面を押すとですねテロップっていうのは入れられると思うんですけども、例えばこんにちはと入れましょう。で、こういう風に中心に持ってくると思います。ちょっとおかしくなってますね。はい。で、ヒカキンさんのテロップはですね、おそらく平木のというものを使われていると思います。で、今回これ私が使っているこちらあるんですけども、平木のこういう風に、平木のカクゴシック STDN って書いてるんですけども、おそらくはこれじゃないのかなと思います。まあ、ほぼこれだとは思うんですけども、ここに、ストロークで、こちらですね、ここストロークをクリックするとこんな風に白くなるんですけども、ちょっとこれを説明します。で、ヒカキンさん最近はすごくピンク色の色をよく使っているので、こちら塗りをクリックして、この白いこの丸があるんですけども、これを右下に持っていってください。で、次はこのカラーのバーがあります。このバーを下に持っていくとですねピンクになるかなと思います。今ですね、この右上のこの部分、この部分がピンクになるようにしてください。こういう風にクリックして下にスクロールすると、まあこの辺でしょうか。はい。そうすると、まあ紫なのかピンクなのかちょっとわかんないですけど、まあこんな感じの色になります。もうちょっとピンク色にしましょう。で、OK。そして次にこのストロークの左にあるこのチェックボタンをクリックしてください。そうすると、ここのですね、ストロークが白になったり黒になったりすることができます。で、次にこの色を白にしてください。今回は左角、左下にこういう風に、こいつをクリックしたまま左下に持っていってください。で、あとは OK。まあ、白色ですね。で、次にこの今15っても書いてるんですけども、これが例えば1とか0の場合だと、15にやってから OK を押してください。そうするとこんな感じになります。で、まあ、本当のサイズは、まあ、100から120ぐらい。を使ってるのかなと思うんですけども、まあ、とりあえず今回100にしておきましょう。で、次に、この矢印マーク選択ツールをクリックして、この画面上でクリックしたまま下に持っていってください。で、この四角の青の四角の線があるんですけども、これが画面上にの切りか画面上がこう当たらない程度ぐらいにこう置きます。で、あとはこの整列と変形とあるんですけども、こちらの垂直方向中央と水平方向中央があります。で、こちらの水平方向中央をクリックしてください。そうすると
こちらの中心に行きます。こちらの左を押しちゃうとドーンとど真ん中に来ちゃうので、この縦の中央になっちゃうので、こちらの横の中央を押してください。こちらです。はい、これで、テロップの入れ方っていうのができたかなと思います。まあその他にですね、これを例えばもう一度クリックしてダブルクリックするといろいろ切り替えることはできるんですけども、例えば一回ちょっとやってみましょう。こんにちは。で次はまたカット。カットはもうこちらのですね、カットツールをクリックしてカットする方法もあります。あ、こちらですね、カットする方法もありますし、私がショートカットキーをですね YouTube で上げてるんですけども、キーボードで W を押すともうカットすることもできます。はい、こんな感じでいっぱいこうやってカットできます。キーボードの W を押すだけでカットができます。はい、じゃあまず一回カットをしますね。今これこんにちは、はい、次ここでおはようと入れましょう。またこれもこのこんにちはのところをダブルクリックすると入力できます。おはようございますと。でまたこれも中央に持っていきます。はい、で次は例えばまたダブルクリックしてこんばんみと。はい、でちょっとみの部分だけを大きくしたいなと思ったらみの部分だけを選択して、文字のサイズを例えば150、そして塗りを赤色、そしてまた中央みたいな感じにするとこんにちは、おはようございます、こんばんみっていうような感じで、テロップを入れることができました。今回この使っている BGM っていうのはおそらくこれだろうっていうのがあるんですけども、ちょっと一回ご覧ください。ちょっとお待ちください。はい、で今回のこのオープニングの BGM に関してはこちらのですね音源を使ってるかなと思います。でこの BGM のサイトであったり効果音のサイトに関しては YouTube の概要欄の方にリンクを貼ってあるので、そちらをまたご覧いただければなと思います。で次に効果音のサイトは、で効果音は今回こちらのクラゲ交渉さんっていうですねサイトを使ってます。もう一つが生活、効果音ラボさんっていうこの2つの効果音のサイトを使って、効果音を作ってみました。まあこれらのサイトについても概要欄の方のリンクを貼っておきます。ではですねちょっと説明していくと、でヒカキンさんはですね本当にこのテロップを一つ一つにですねほぼ効果音っていうのを入れてるんですけども、例えばこんな感じで、はいっていうような感じで、よくですね使ってるっていうのは、今回ちょっと使用しない、音源もあるんですけども、例えばこのポンっていうような音、こちらですね、この小包の音ですかね。はい、こういったのも使ってますし、あとはこの鈴が鳴る音ですね、鈴の音。はい、ヒカキンさんの動画を見るとこの2つがですね一番多く使われたイメージでございました。他にも太鼓のドドンっていう音であったりとか、キーンとこうキーとキーをこうなんていうんですかね、ああいうのを合わせたような音であったりとか、本当に細かくですねもうこれだけじゃないんですけども、たくさん、使われてました。なので、そういったサイトもですねほぼ今回ご紹介した効果音のサイトで、ゲットできるかなと思います。であとはですねこのボリュームとかそういった部分に関してはちょっとだけ説明したいと思います。一回ですねこの音声はだいたいですね、まあこの今上限があると思うんですけども、この部分ここが上に行かなかったら大丈夫かなと思います。ただできるだけでですねボリュームっていうのは大きい方がいいと思います。声の音声ですね、それは今回ですね私もちょっとだけボリュームをこういう風に上げてます。3っていう数字を上げてるってことです。でこれもですね普段から収録する際にあえて、ちょっと小さめに音声っていうのは収録してます。というのも音声っていうのは大きすぎるとですね後から編集しづらいっていうのがあって、小さかったら後からですねボリューム上げたりとか何かしらの編集はできるんですけども、大きすぎるとできないっていう部分があるので、音声は、少し小さめにですね収録はしてます。でまあだいたいですね、まあ、あの音声っていうのはこんな感じやってもらえたらいいかなと思います。で次はそのBGM で、 BGM のボリュームっていうのは基本的にはここのパラメーターがあると思います。パラメーターとは言わないんですけど、まあ、ここの部分をですねだいたいマイナス24ぐらい、この前後で、やっていただければなと思います。ちょっとじゃあこちらの方も M っていうところをクリックして、ミュートにしておきます。はい、声もミュート
だから BGM だけは今かかってる状態なんで、ちょっと一回見てみましょう。はい、ここです。この部分が今24の前後いってるかなと思います。まあ、これを見ながらですね、調整してもらえたらいいかなと思います。例えばここをですねクリックしてキーボードで G を押すと、こんな感じで今マイナス20もですね音量を下げているということです。これ通常に戻すと、例えばこれ20にして OK を押すと通常なんですけども、こんなにも音量っていうのは大きいわけです。ここを調整するために、まあキーボードでこちらの音声をクリックして G ボタン、音声というか BGM ですね、 G ボタンを押すとこんな感じでオーディオゲインというふうにできます。もしくはマウスで右クリックをするとオーディオゲインというのがあるので、こちらでも音量調整というのはできます。はい、これをまあ全ての BGM にあります。ちょっとこれ本当はまだ後ろにも今回の映像はあるんですけど、はい、っていうような感じです。で次は効果音です。これは BGM をまたミュートにしておいて、次は効果音をつけていきます。で、これ効果音だけなんでこんなに色が違うのかっていうと、今説明した、例えば効果音の場合ですと、音量が数字で言うと、だいたいマイナス5ぐらいだと思ってもらえたらいいかなと思います。ここですと、例えばですけど再生します。ちょっと待ってくださいね。はい、ここの。まあ、これ6なんですけども、このまあ6とか5あたりぐらいをイメージしてもらえたらいいかなと思います。はい、でそれをですね調整する際に、こんだけいろんな、こう左側のこれを見てもらったら分かるんですけど、たくさんの効果音があります。それをバーって入れていくと、一つ一つ、音量調整してもいいんですけども、これをですね色分けをしていくことによって、これは今紫が例えば鈴っていうふうにもう分かると思います、目に見て。じゃあこれをですね全部選択して、その適正な音量に調整することができるわけです。例えばこれですと、まずはこの紫をクリックして、その次はシフトを押しながらクリックをすると、こういうふうに複数選択できるわけです。こんな感じでもう紫は全部選択するみたいな。であとはキーボードで G もしくは右クリックでオーディオゲインに調整するだけです。先ほどと同じ流れで、じゃあこれをキーボード G を押します。じゃあこういうふうにマイナス5とかプラス10とかっていうふうにやります。ちょっとこれは調整しなかったようなんですけども、まあそんな感じでやります。そのためにもこういうふうに効果音っていうのは色を変えておくとやりやすいかなと思います。では続いては最後、エフェクトを紹介していきたいなと思います。エフェクト、これです。はい、ちょっとこの部分はカットしてちょっと持っていきたいと思います、別の部分に。で今回初めに、例えばですけども、こういった映像があるとしましょう。見てください。はい、ジヤーっと言ってるだけの動画なんです。でもここでこの集中線っていう素材が実はあるんですね。でこの素材っていうのを私はまだ今回別のサイトで、ダウンロードしてるんですけども、で、そのサイトっていうのは今こちらにある F ストックさんっていうホームページがあるんですけども、そのサイトからダウンロードしました。ホーム画面から LINE、そして、この集中線中央章っていうものがあるんですけど、これをダウンロードしました。まあなんかいろんなものがあるので、そういうのも一回見てみてもいいかなと思います。あとはですね、こちらをダウンロードをクリックしてダウンロードができました。でそのダウンロードしたものをプレミアに入れるとどうなるかっていうと、まあこんな感じなわけですね。これちょっともう調整したものなんですけども、こっちから行こうか。じゃこれをこのままクリックしてポンとタイムラインに入れます。そうすると先ほどのこの映像だったものの上に持っていくとですね、こんな感じになるわけです。いやいやこれじゃ使えないだろうと思うかもしれないんですけども、この集中線っていうこの映像のところのクリップをこれをクリックして、エフェクトコントロールで描画モードが通常になってます。これをスクリーンにしてください。あら不思議、こんな感じであっさりとできちゃいました。一回再生してみましょう。はい、というような感じです。ここをですね、さらにもう一度集中線のところをクリックして、エフェクトコントロール内でこの1であったり、1をこういうふうに左右すると動かせたり、スケールで、数字を大きくするとこんな感じで、この中心がですね膨らんだりします。はい、広がったりするってことですね。こういうふうにそれで微調整をしたりすることができます。例えば今回こんな感じでリモコンが中心になかったとしたら、例えばですけどもこれを左右のところを左に持っていってください。はい、一応
1のこの960をクリックして左にスクロールするとこういう風に動くので、これをちょうどリモコンがいいところに持ってきます。そしてあとはですね、これスケールを大きくしてこういう風な感じでちょっとだけ調整してください。そうするとちょうどいい感じになったかなと思います。では一度再生します。はい、まあ、この出すタイミングとかも別に後からでもいいですし、はい、まあいろんなタイミングでやってもいいかなと思います。であとは最後にも効果音を入れるだけということです。でこれについてももうあの同様のサイトで効果音を取れることができます。ではいきます。これをあとはもう下に持っていって再生しますっていうような感じでヒカキンさんがよく使われている効果音を使ってみました。まあ、この効果音の名前で言うと時代劇演出っていう効果音です。はい、まあ、他にもですね、なんかこれの素材に使っている効果音があるんですけども、今回は私はこちらの効果音を採用してみました。はい、っていうような感じです。でこれが集中線というまあエフェクトになりますという感じでですね、まあざっくバランっていうような感じでですね説明はさせてもらいました。まあ、これをできるだけでもですね、なんとなくヒカキンさんに似てるんじゃないかなというような感じで編集をやってみました。これで以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回あの有名なヒカキンさんの動画編集をちょっとやってみました。まあ、私自身もですね、いろいろ今まで動画編集で本当にたくさんのチュートリアル動画を上げてきたんですけども、まさかヒカキンさんの真似っこをして、こんな動画を撮るとは思ってもいませんでした。やっぱり、日本のトップ YouTuber であるヒカキンさんっていうのはどういう風に作ってんのかなっていうのを研究するがてらやってみました。トップ YouTuber ということで、本当に小さな効果音であったりとか、まあ、BGM でもそうですけども、本当にちょっとこの一言喋るだけでも小さな効果音を入れたりとか、例えばすごいなと思う時にはこんな感じでですね、集中線を使ってみたりとか、いろんな表現の仕方をしているなと改めて思いました。私自身もこれからですね、このヒカキンさんの動画を見ながら編集についてもいろいろ研究していきたいなと思います。あとは今後もですね、こういった感じでヒカキンさんだけではなくて、いろんな方の動画もですねチャレンジしていけたらなと思ってます。ぜひ今回の動画がいいなと思っていただければ、グッドボタンの方をお願いいたします。まだチャンネル登録されていない方もぜひチャンネル登録をお願いいたします。という感じで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。いきますよ。最初はじゃんけんポーン。ではバーイアウト。 Why should I stay? Please take me away from the light. I don't belong with life and with fun.